A66 年1564年1月15日、後の徳川家康こと松平家康は、正宮寺付近の戦いで矢田助吉を討ち取り、正ヶ原の戦いとそれに続く馬頭ヶ原の戦いにおいても勝利し、大将の石川近綱や裏切り者の近江藤六を討ち取るなど、トロの一騎勢に壊滅的なダメージを与えることに成功した。翌1月16日の朝に松平家康は菅生川、現在の音川の、明大寺の少し下の瀬とされる二瀬において、討ち取った首級130の首実験を行った。敵になったとはいえ、先日までの家臣の首実験をする。松平家康の胸中はどのようなものだったのだろうか。そして1月25日に不幸津城の松平惟忠より、岡崎城に戦勝を知らせる使者がやってくる。現在の高田町には三河随一の大池とされた。菱池、岩堀池、野場池があり、その西岸に位置した。野場城、野場西城に六つ栗の領主であった夏目義信、広次が、一騎勢の大津半左衛門や乙部八兵衛らと立てこもっていた。松平惟忠は野場城に攻め寄せていたが苦戦していたところ、1月23日に乙部八兵衛から内容をする旨の矢文があり、1月24日の夜に乙部八兵衛の手引きによって、40数人を野場城の城中に潜入させ、その後に松平惟忠も城に押し寄せ時の声を上げて、二手になって城を攻めるに及んで、大津半左衛門は守るすべなしと針先へ逃走、夏目義信は土蔵へ隠れる者の発見され生け捕りとなり、松平惟忠は野場城を攻め落とすことに成功したのだ。この乙部八兵衛の返り中は馬頭ヶ原の戦いで、トロの一騎勢が壊滅したことが大きかったのであろう。捕獲された夏目義信は乙部八兵衛の嘆願によって除名され、松平惟忠に付属されることになるが、救われたこの命、殿の案ために。後に正式に帰参して三方ヶ原で散ることになる。2月3日には石川重政、根頃十内、伏瀬義次らが、25騎の少数で針先の正万寺に対して偵察に出るのだが、これを知った一騎勢は伏兵を置いて待ち受けていた。35騎の一騎勢は敵が間近に来ると不意に立って襲いかかり、中でも渡辺守綱、渡辺貞綱、武井正成が真っ先に進んで、乱戦となり石川重政は八谷貞次に鉄砲で撃たれて退却。根頃十内は渡辺守綱に倒されて渡辺貞綱に首を取られ、伏瀬義次は武井正成に討ち取られてしまった。松平記には一騎勢との戦いにおいてこれが松平家康の唯一の敗戦と記されていたりするのだが、馬頭ヶ原での大勝後に威力偵察に出ただけであるので、負けとは言っても体勢に影響のあるものではないだろう。逆にこの時点でもはやトロ、針先の一騎勢は、神和田砦を攻めることができなくなっていたのだ。そして2月8日になり、一向一揆の勃発によって、岡崎城との連絡線を遮断されて兵糧不足に陥ってしまった。西尾城に籠城する酒井正親から家康のもとに救援要請が入る。松平家康は直ちに兵糧を準備して2000の兵で岡崎を出陣。荒川城、野寺本庄寺、桜井城などの敵地を避けて進むために、岡崎から西に向かって渡りで矢作川を溶かして、安城ヶ原の西野を通過して西尾街道方面へ迂回、刈谷を出陣して南下してきた援軍の水野信元と合流した。この当時の矢作川は八つ表の手前で南流しているので、西尾街道方面からは渡河を必要としなかったりする。迂回合流を果たした松平、水野連合軍は、西尾街道を南下して特に問題もなく、無事に西尾城に入って兵糧入れを成功させたのだ。西尾城において一晩陣を張った松平、水野連合軍は、その翌朝未明に西尾城から平坂街道を突進して、八つ表の荒川城の荒川義弘を攻撃するため向かった。世に言う八つ表合戦の幕が開けるのだ。場所は不明だが、城から5、600メートルと推定される。先陣が城の近くへ押し寄せ、時の声を上げると、荒川城からは馬場小平太が兵を率いて打って出るのだが、そこで先陣はわざとらしく弱く見せて引き退いてみせる。馬場小平太は勝ちに乗じて追撃してくるのだが、じゃーんじゃーんじゃーん、それはもちろん狙い通りの罠で、松平家康と水野信元は敵の左右から同時に襲いかかって敵の勢いをくじいてみせた。はじめにわざと後退した先陣も予定通りに取って返して、まんまと三方位からの包囲を完成させた家康は、荒川勢を叩き潰すために総攻撃に移るのだ。島津の釣りの伏せと似たような戦術だよね。荒川勢は完全に松平家康の術中にはまってしまい、戦況の急変に驚愕してたまらず崩れ去ってしまう。荒川勢はなんとか荒川城に逃げ落ちようとするのだが、敵大将の馬場小平太を天野安影が討ち取り首を上げ、どち変なしの天野三平です。松平家康はまさに完勝と言って良い戦果を挙げたのだ。八つ表合戦で荒川義弘を完全に封じ込めた松平家康は、ついで水野信元と共に荒川城から北上して、野寺の本庄寺を威圧しながらこれ見よがしに行軍する。
野寺の本庄寺は堀跡の発掘調査が行われており、堀と土塁によって本堂と寺内町を囲って、まさに城郭のような様相だったことが分かっている。三家寺の一つである本庄寺の住持、住職で、三河一向一揆の実質的な総大将とされる空誓と、本庄寺に合流していた桜井の円光寺の住持である純将らは、この松平家康の地位行動に我慢できずに野寺から出撃して、松平、水野連合軍を追って攻撃を仕掛けようとしてしまう。出撃した一揆勢は304人の軍勢だったとされる。まんまと本庄寺の一揆勢の釣り出しに成功した松平家康は、予定通りに軍を返して一揆勢を迎え撃つのだ。これが世に言う小川康政の戦いである。敵対将の本庄寺の空誓はこの時にはまだ19歳で、指導者に祭り上げられただけに過ぎないともされるのだが、比類のない怪力でもって鉄棒を振りかざし、少なくともこの戦いでは自ら勇み進んで出撃したようだ。桜井の円光寺の十字の巡将も貸し木の八角の大棒を引っ提げ、軍勢の先頭に立って一揆軍は山が崩れるように突撃してきた。だがこれを見た松平家康は無慈悲にも告げるのだ。彼らは世間に聞こえた怪力だ。崖寄っての打ち物での勝負は無益なり、ただ囲んで弓鉄砲を追いかけて打ち取れい。命令を受けた酒井、本田、石川、近藤、今村、安藤など記者に優れた松平軍の精鋭たちが一撃離脱や、すれ違いざまの馬上の弓の妙技を見せつけていく。三河武士はモンゴル弓騎兵か鎌倉武士かいな、と思わないでもない。また鉄砲も打ちかけられて一揆軍は勢いを完全に止められた。そこに水野信元が横から一揆勢に突撃をぶちかました。松平勢も切っ先を揃えて脇目も振らずに競りかける。これにはたまらずと一揆勢はどっと崩れて敗走に陥ってしまった。敗走する一揆勢の中にあって純将は重傷を負っていたのだが、総大将の空誓を逃がすためにと悲壮な覚悟で取って返す。そして神古墳に登って仁王立ちとなり叫ぶのだ。野寺本庄寺の空誓とは我が異なり、今ここに腹かっさばいて浄土へ往生せん。この有様を間違いまで語り継ぐがよいわ、と純将は空誓の身代わりとなって壮絶なる切腹を見せつけ、神古墳の丘の上から真っ逆さまに飛び降りたのだ。松平勢は逃げる敵を追撃して60を超える手柄首を取り、水野勢も水野信元の重臣の上田近政が一揆の主会の一人の鈴木弥平を討ち取っている。日暮れとなったため本庄寺への攻撃は行われず、松平家康も水野信元も凱旋したため戦いは終わった。小川康政の戦いもまさに松平家康の完勝と言えるだろう。このように松平家康は三河一向一揆との戦いにおいて、馬頭ヶ原の戦いで徒労の本庄寺の一揆勢を壊滅させ、とどめとばかりに小川康政の戦いで野寺の本庄寺を叩き潰し、一向一揆に参加した門徒武士らの心を完全にへし折ったのだ。三方ヶ原の戦い、伊賀越えと並んで家康の三大危機の一つに数えられる三河一向一揆だが、その実態は松平家康の圧倒、圧勝、大連勝だったのだ。あえて言おう、三河一向一揆などは雑魚であったと。こうして1月11日の神和田砦での凱旋からわずか2ヶ月で一揆勢は戦意を喪失、抵抗を諦めて和睦を申し込んでくることになったのだ。司会の一人の八谷貞次は大久保忠俊の娘婿であるので親類となる大久保党に和睦の仲介を打診した。八谷貞次とその義兄になる大久保忠勝に大久保忠介などはこの当時に唐沢にあった浄土宗の高祭寺で密議を行い、一揆に参加した諸侍どもの本領を安堵すること、寺や僧たちは元のままにすること、一揆を企てた張本人の命も助けること、以上の三つのことを和睦の条件として松平家康に求めた。一揆を企てた者らの罷免について家康が難色を示したため、和睦交渉は揉めたようだが、三河物語では大久保忠俊は、多くの者が傷を負いながらも神和田砦を守り切った。大久保党の功績でもって家康を説得したことになっている。こうして2月28日に上朱印において和睦が成立した。一揆勃発から4ヶ月、実際の戦闘期間は2ヶ月余りと。三河一向一揆はスピード解決しちゃったのである。だがなぜ三河一向一揆はこうまで弱かったのか。一向一揆といえば加賀一国を百姓の持ちたる国とし、大阪本願寺や伊勢長島においてあの織田信長と激しく戦い、大軍で恐ろしく強いイメージがあったりするのだが、三河一向一揆はそれらとは全然違っていて、その実態は大阪本願寺が全く関与していない放棄だったりするのだ。さらに当時の徒労の本庄寺の十字の商戦は兼務していた姫路の本徳寺にあり、三河にはいなかった。要するに三河一向一揆とは責任者が不在の中で現地の連中が暴発して勝手に始めたようなものなのだ。三河一向一揆という名称だが、その主戦場となった地域は西三河の矢作川中下流域の近辺だけであり、三河全域に及ぶものではなく非常に局地的なものだった。
信州高田派は味方で、敵対したのは本願寺派だけであり、民衆主体というよりも門徒武士が一揆の中心で、宗教弾圧とか宗教戦争といった代物でもなく、内実は単なる利権争いに過ぎなかったとも言えるのだ。ではどうして実は雑魚だった三河一向一揆が家康の三大危機の一つとして喧伝されたのか。それは徳川家康が天下を取って江戸幕府を開き、初代将軍の神君家康公と神格化される存在となり、一向一揆に参加した者どもの多くが江戸幕府において譜代家臣として大名や旗本となったことがその要因だろう。江戸期に完成した三河物語に松平記などでは、三河一向一揆の発生が1563年の12月ではなく、前年の1562年に起こったかのように作為がなされており、三河物語では1562年の宇都の長照攻めや一宮砦での木口が、三河一向一揆の後のことのように書かれており、それは他の編纂物にも影響を与えているが、一次資料などから否定することは可能と思われる。一揆の発生を前倒しにしたかった理由だが、それは、栄忠義や桜井、大草松平に荒川、吉良などの反乱や、一向一揆に家臣がわんさか参加してしまったのは、戦国時代に暴れまくった悪名高い一向一揆だからだと。宗教戦争だから家康が家臣に裏切られるのも無理はない。しょうがないことだったんだよと。三河物語は徳川家康のイメージ操作を行ったのだ。実態としては、栄忠義や荒川、吉良、桜井、大草松平が、三河一向一揆と一切連携していないことは、これまでの戦いの経過を見れば明らかだろう。要するに、三河一向一揆が三大危機と称されたのは、実は徳川家康には全く得がなく、家臣に離反されまくったことをごまかすための、古代広告とかプロパガンダみたいなものであり、はっきり言ってしまえば嘘だったのだ。さて、和睦の成立によって一揆勢が浮かれる中、松平家康はすぐさま石川家斉に命じて軍勢を高すから、土呂の本州寺に向かわせ、寺内町を速やかに制圧している。無論、一揆勢は突然のことにうろたえるのだが、石川家斉が大声で一揆参加者の悲鳴を叫ぶと、一揆勢は落ち着いて抵抗することなく受け入れたようだ。続いて、針先の昌万寺の制圧でも一揆勢は狼狽してしまうが、除名を告げると、やはり一揆勢は素直に降伏した。佐々木の上宮寺と野寺の本庄寺に籠城していた一揆勢も、退去することとなり、再び家康に仕える者も多かった。こうして、一揆勢の拠点は家康によって無力化され、一揆勢は抵抗の術を失うことになったのだが、それは、松平家康が本願寺派に対して圧倒的に有利な立場となり、強硬姿勢を取ることが可能となってしまったことを、意味するのだった。こうして、三河一向一揆を抑えた家康は、早速、反乱の鎮圧に動いていく。3月となり、まず桜井城の松平家継が、石川数正を通じて赦免を願ってきたため、家康は松平家継を許して岡崎に出資させている。4月7日には、はず寺部城の小笠原広重との和睦も成立。小笠原広重は本領を安堵されて家康に従った。桜井松平家やはず小笠原広重の服属を知った。荒川城の荒川義弘も西尾城の酒井正親を通して降伏するが、家康の異母前の市場姫を妻としたにもかかわらず、反旗を翻して家康と実際に合戦まで行ってしまったためか、荒川義弘は許されずに追放されてしまった。東条城の吉良義明も抵抗を諦めて降伏するが、吉良義明も同じく三河を追放されてしまう。ただ、吉良義明の兄で前当主の吉良義康の家督復帰が、家康に認められて吉良家は存続を許されている。同時期に大草城の松平正久は落ち延びて行方知らずとなり、三河一向一揆に圧勝した家康はその部位でもって、戦うことなくほとんどの反乱を鎮めてしまったのだ。反乱した者で残るは上野城の栄忠義のみとなった。7月に今川方であった荻生松平家が寝返っており、栄忠義はいよいよ孤立無援となる。上野城は家康によって7箇所の付け城で包囲されていたらしく、諸国古城絵図には6箇所の砦が書かれているが、ほとんど知られていないので場所も不明だったりする。水野家の援軍が築いたとされる猿ヶ岳砦や、おそらく国江城跡に否定されるだろう国江砦に、おしかも松平家のおしかも城も包囲網の一角であったと思われる。永禄7年9月頃に松平家康は臨床寺に本陣を置き、酒井忠次、本田博隆に上野城への総攻撃を命じた。激しく追いかけて抵抗する上野城に対して今村勝長、阿部忠政、大久保忠勝ら弓の名手が援護射撃をする中、内藤信成が真っ先に進んで城際にまで迫り、城兵の坂部幹之丞の首を取ったとされるのだが、坂部幹之丞、正家は生きて三方ヶ原の戦いにも参加するので、捕獲したとするのが正しいと思われる。本田重次の甥の本田秀春や内藤正重の父の内藤忠里、小林重政なども攻め込み敵の首を上げる活躍を見せた。
だが、小林重政は、この戦いで重傷を負ってしまったようだ。激しく城を攻め立てられる中、酒井忠義に属していた。榊原康政の兄の榊原清政や高木広政、酒井重勝などが、酒井忠義を見捨てて降伏するに及んで、ついに上野城は落城し、家康に対する反乱は全て終わった。酒井忠義は、駿河の今川氏真の元に逃げたとされるのだが、降伏して、さなげ狭間に蟄居したという説の方が正しい気がする。さて、本願寺派との和睦交渉は、水野信元が仲介に入り、一向一揆の鎮圧に協力した家臣に対して認めていた特性、本願寺派寺院や寺内町からの借金の返済放棄などが、交渉において問題となり、12月まで長引いていた。だが、反乱を鎮圧して、皇庫の憂いを除いた松平家康は、本願寺派に対して、突如として、収支替え、回収を要求する。無論、本願寺派は、この要求に対して、和睦の起承門に、寺や僧たちは、元のままにすることと、あったではないかと、家康の不義をなじって抗議するのだが、元は野原なれば、元のごとく、寺を野原にせよ。と、家康は、屁理屈にもなってない、ひどい暴言を吐いて、本州寺、上宮寺、昌万寺、本庄寺などの破却を命じた。軍勢を解散し、多くの門徒武士が帰参していた本願寺派は、もはや抵抗もできずに、寺の伽藍を焼かれてしまい、本願寺派の坊主どもは国外追放にされてしまったのだ。この家康の本願寺派に対する所業に納得できなかった。本田正信、正成の兄弟に、加藤義明の父の加藤範明など、一部の門徒は家康に帰参せずに三河を退去することになる。家康によって、本願寺派は三河において禁教とされてしまい、本州寺や三家寺などが許されて三河の地に戻るのは、天正13年、1585年の12月であり、20年後のこととなる。こうして、三河の本願寺派は、家康によって壊滅させられたのだ。三河一向一揆が起こった原因としては、家康からの、兵糧の借り受けの申し出を本願寺派が拒否したことや、本庄寺への酒井正親の剣断行使による不入権の侵害、上宮寺においての家康方による穀物の収奪事件などなど、諸説あって、その原因を確定することは難しいのだが、水野忠重のこの水野勝成覚書には、権現様の御意として、一揆、ことのほか、差し起こり、ご一代のご迷惑におぼしめし候、と書かれていて非常に興味深いのだが、要するに、思ってたよりも、一揆が放棄しちゃったよ、ということで、一揆の放棄は想定内だったことが伺える。三河一向一揆の原因には、家康が本願寺派を挑発して、わざと一揆を誘発させたという説があったりするのだが、速攻で一揆を叩き潰して、勝利後は本願寺派の利権を残らず収奪した。家康の所業から考えると結果論ではあるが、徳川家康が挑発してわざと一揆を起こさせたとする説は、非常に説得力のある考えだと言わざるを得ないだろう。本願寺派は三河において、泥の本州寺を中心に、佐々木上宮寺、針崎昌万寺、野寺本庄寺の三家寺と、それに中野郷の上明寺、青野の寺光寺、長瀬の岩昌寺、平坂の無量寺寺を加えた、いわゆる七家寺などによって、矢作川と三河湾の水運の利権を牛耳っていたのだが、その利権は三河一向一揆の解体によって家康のものとなり、本願寺派の寺内町も不入権を剥奪されて力を失い、松平家康は一向一揆との開戦前よりも圧倒的に三河の支配を強化できたと考えられる。また家康の統治に不満を持つ者は追放されることとなり、家康のもとには主君のためなら収支すら変える忠臣と、反乱したのに帰参を許され恩義を新たにした忠臣が残り、家康はこの内戦で完全にパワーアップすることになったのだ。もはや一人勝ちと言ってよいだろう。三河一向一揆を叩き潰したことによって、戦国大名へと急激に歩みを早めた徳川家康は、同時期に起こっていた遠州衝撃によって弱体化した。今川氏真を攻めて三河の統一を成し遂げることになるのだ。語りたいことはまだつきませんが、今宵はここまでにいたしとうござりまする。この動画を見て徳川家康のイメージが変わった方や、当チャンネルを応援しようと思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。応援コメントも励みになります。ここまでのご視聴ありがとうございました。